名前を知られている有名人か。ダミアン農場へゴーゴー。この辺から入っていけんの。あー遠いな。普通に行った方が早いわ。ん？これは敷地内に入っているんじゃないのか。もうなんかね、下のマップばっかり見ながらね、移動しよるけん、ちょっと、いろんなものにぶつかったりとかするけど、気にしないで。気にしないで。おーし、つくつく。全然雲外球が活躍していないっていう。おし。んで、またミステリーサークルのとこまで行けばいいんかな。あ、ぽいね。あ、なんかあるやん。別の化粧を手に入れた。これは売る以外になんか使い道はないんかな。なんかいいお金になるって聞いたけど。それだけ？はい、到着。こんな真夜中なら UFO が出てくるかもしれねえよな。じゃあ、俺は先に行って待ち伏せしてるぜ。すぐ来いよ。別に一緒に行ったんでいいんじゃないか。私用事ないし。なんかちょっと不気味よね、ここ。さあ。新しいミステリーサークルが増えたりとかはするんかな。どこにいるの？マック。あ、あっこや。なんかおったもしかして。なんもおらんやん。こっちこっち。この辺で待ち伏せしてようぜ。今日 UFO 来るかな？きっと来るさ。バレないように静かにな。今流れ星流れた。本当に来るんですかね？どうだろう。てんてんてん。ん？何の音だろう？え、なんか音する？よし。みんな準備はいいな。おー、なんか賑やかですけど。なんかめっちゃ近くを通り寄るけど。ん？あの妖怪たちが、ってこと？なになになに？え？お？これは？ミステリーサークルを作るんじゃなくて、普通に草野球がしたかっただけなんじゃないかな。丸見えやし。これって、野球だよな。なんで？そのための場所を整地しようただけってこと？おっと、スペシャルゲストのお出ましだ。え？代打、ケータ。名前を知られている。有名人か。ちょっと待ってよ。なんで俺が。あれかな、妖怪ウォッチ持っとる人間っていうのは、妖怪の世界の中では有名人なんかな。ケータ頑張れ。お前ならできる。ファイトでウィスー。何をやらされてんだ。どうしようかな。何それ。んとね、じゃあちょっと低めを狙ってこう。来い。行くぞ。うわ、取られたよ、普通に。アウトー。ダメじゃん。高く狙ってった方が良かったね。なるほど。やっぱり、普通のバッティングでしたね。だって、ケイタだもの。ダメだな。そういうなら次はマックが打ってよ。いいぜ。あの、堂々とした歩き方いいよね、いつもマック。楽しかったな。すっごく面白かった。二人とも、ナイスガッツだったぞ。それにしても、結局あのミステリーサークルって、ここに書いていたボールやバットのことかい？ボールにバット？ああ、言われてみればそうかもしれません。言われなくてもそうだったよ。確かにそんな形でした、デュイス。あれはただの試合の告知さ。ミステリーに頼んで書いてもらったんだ。ミステリーって誰？ミステリー？お、こいつか。なんだこいつ。ミステリー。あら、こいつなんて失礼しちゃうわ。
私はこの世の神秘や不思議、ミステリーをこよなく愛する妖怪、ミステリーよ、I love ミステリー。なんか気持ち悪いんやけど。ミステリー、ミスってことは女の子？でもちょっとなんか微妙だね。私にかかればミステリーサークルくらい簡単に作れちゃうんだから、女の子というよりは中間なような気がする。すごいね。ありがとう。あなた、いいわね。ミステリーの匂いがプンプンするわ。あなたのこと、もっと知りたいわね。あなたも私のこと知りたくない？結構です。こらこら、ミステリー。困ってしまっているじゃないか。あら、やだ。恥ずかしがってるだけよ。ね、かわいい子。もし私に会いたくなったら、この場所にいらっしゃいな。夜の間なら一戦待ってるわ。お、いつもこの場所におるんか。消えたけど。え、てか残りの子らは？消えた。変な奴に好かれちまったな。とりあえず、ミステリーサークルは UFO の仕業じゃなかったな。ですね。ま、野球は楽しかったから、よしとしようぜ。では、ミステリーサークルはミステリーの仕業だったということで、解決。ミステリー出現、ミステリーサークルバッチリ解決。さすがです。お、ストーリーの録音外れた。ウィスこれで3つのミステリーは全て解明できましたね。でもにゃー、どれも UFO と関係なくて予感に仕業だったにゃんよ。こんなんで UFO とか見つけられるのにゃん。それはまあそうなんですけど。一回秘密基地に戻って作戦会議をやり直そうぜ。そうしよっか。お、なんか久々の秘密基地やね。秘密基地に戻ろう。あ、これが、ミステリー。おお、おるやないか。ミステリー。すれないふりして本当に私に会いに来てくれるなんて。あなたってばミステリー。相変わらず濃ゆい方ですね。そうだね。あー、やっぱりいいわ。あなたのミステリーの匂い。あなたの中にある不思議、全部知りたくなっちゃう。ケイタくんの不思議。3歳ぐらいの時、ふみちゃんの家の前で。なになに？そんなに慌てちゃって、もう可愛い子。でも私、教えられるのは嫌なのよ。簡単に分かっちゃったら神秘的じゃないでしょ？直接触れ合ってあなたのことが知りたいの。触れ合い？ケイタ、私と一緒に遊びましょう。バトル？いや、いいけども別に。じゃあ、お相手してあげる。あなたのミステリー、私に見せてちょうだい。強いかな？仲間になってくれるんかな、もしかして。ミステリーが現れた。しかも単体やん。おっしゃ、これは頑張るぜ。フリッチー。叩け叩け。ゴー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 。チャージ完了。さあ、いっけい。マッハ飛竜菊。ちょうどいい場所に行ってくれとるね。あ、狙っとこう、一応。何今の雲。はい。あ、ジバニャンが。ちょ、早く早く早く必殺技。あ、待って、ちょっと入れ替えとこっか。さあ、ジバニャン引っ込んでペラペライオン。よし、ここで必殺技。あ、ダメや。よし。これで、つなげ。チャージ完了。さあ、いけ、ペラペライオン。ペラペラメラメーラー。ボーン。結構な感じでダメージを与えるよね。ちょっとブラスター使おっか。妖怪ブラスター、メダルセット。ってことで、フリッチー。
あ、友達モードちゃんとあるね。ってことは仲間にもなるんや。まあ、アタックモードになったけど。全然当たらねえ。あ、もう全く当たらねえ。あ、よし。フィニッシュ。イェイ。お、今のでやっつけれた。やったね。勝利。え、カンフーマッハがいつの間にかやられているんですが。まあ、やっつけたけんいいけどさ。ワルニャのレベルが上がった。仲間には？なる？なる？ならねえ。あ、あー、このときめきは、最高にミステリー。あなたってばとても刺激的。もっと深くまで知りたくなったわ。また私に会いに来てね。お相手してあげる。その場におるんかい。何にもじゃねえか。普通に戦うだけ？ただのレベル上げかよ。あ、なんか、すごい、じゃんじゃん、流れ星が、流れおるよね。お、桃コインを手に入れて、やったね。コイン、コイン。んで、今から秘密基地に行けばいいということ？遠いな。あ、なんか動きよる。びっくりした、なんかと思った一瞬。ほらほら、あれめっちゃ動きよる、ウォンテッドや。ウォンテッド、ウォンテッド。あ、こいつ、おっしゃー。ウォンテッド。ちょっと一瞬プリズンブレイカーやったらどうしようとか思った。あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。もちろん。待って、チャリン乗ります。そして、ウォンテッド妖怪逃走中、逃走中。待って待って待って、そういう細かいところに入っていくのやめてよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、私が細かいところに入った。ちょ、逃げんなし。いや、ウォンテッドやけん逃げるに決まったんやけどさ。あ、こっちだし。ちょ、待てよ。はい、よし、捕まえた。僕、帰ってこん。ウォンテッドされてるみたい。ん？帰ってこん。借りた消しゴムをオークションで売ったつるみたい。僕が消しゴムを借りたんだから、あとは好きにしていいはずだよね。借りただけでしょ。もらったんじゃないでしょ。そこがね、僕がもらった消しゴムだから僕の好きにしていいはずだよね、ならまだわかるよ。だけど借りただけなんだから。返さなきゃ、それは。ピントコーン。はぁ、負けちゃった。じゃあ、やっぱり悪いことかな。泣き声ピントコーンって言うことね。でも悪いことした覚えがないなぁ。記憶が帰ってこんなぁ。大丈夫か？ケイト捜査官、ウォンテッド妖怪に逮捕、ご苦労であった。今回捕まえた妖怪は、ウォンテッドポイント2800だ。イェイ。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。その場で交換できたらいいことない、これ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬だ。受け取るがよい。スイートコーンを10個手に入れた。え、あいつむしられてない、大丈夫？おっと。さらに、ケイタ捜査官はこれで2連続の逮捕だな。おう、やったね。イェーイ。その働きを使用して特別ウォンテッドポイントを申請しよう。え、どういう場合が2連続なん？よくわからんねやけど、全部連続じゃね？特別ウォンテッドポイントは400だ。さあ、行くのだ、ケイタ捜査官。この街の平和を守るために。ワーニング。またあれじゃね、ちょっと。ほら、来たよ。ほら、来たよ。かわいい人形を持って。どうなの？ウォンテッドプリズンブレイカー。なになに、ウォンテッド妖怪を捕まえるごとにこいつは逃げ出すの。緊急警報、緊急警報。脱獄王プリズンブレイカーを発見。現在 USA の街中を逃走中。速やかに警戒態勢に入ってください。また現れたか、やつめ。今度こそ逮捕するのだ。まだこの近くにいるはずだぞ。さあ、行くのだ、ケイタ捜査官。緊張感が半端ない。おじさんめっちゃのそのそと去っていったし。どこよ、プリズンブレイカー。ちょ、待って。プリズンブレイカー。あ、あんなとこにおる。え、あれ絶対逃げるパターンじゃない？ちょっとなんか警察官そこにおるけどさ。助けて。マジ助けて。なんかあっこの路地、あー、おる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 。お、こっち向いて、コインよね。あ、そうですか。
マジであんまりバタバタしよったらそこが抜けるらしいよ、建物の。え、どっから抜けたあいつ、ここ。あ、こんなとこから抜けれるんや普通に。で、そんなことどうでもよくってさ、ちょっとプリズンブレイカー、ちょっと狭い道に入っていくなっつーの。はい。え、捕まえた？え、逃げ去ったー捕まえたんかと思ったし、しかも途中から全く見えてないっていうねもう絶対これ捕まえれとったはずなのにさ、男の子に話しかけてしまうというね。まあでも帰ってコーン捕まえれたけん、ちゃんと功績は残したけん、ってことで秘密基地へ向かいます。何事もなかったかのように。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。